はいえー、皆さん、こんにちは、えー、レクセンリン講師の海野です。 それではあの今日オリンピックのです、ねえー、開会式、えー、と同じ日にです、ね、まあ、こういったあの外に出るなと言われている日にです、ね、ガイダンスをやるレックもレックだし、私も私だと思うんですが、今日はあはわざわざこの暑い中、えー、生では、えー、新宿エルタン本校に来ていただきまして、どうもありがとうございます、そしてこの今、映像はあの各レックの本校でもお通学していただいた上で、ね、ご覧になっている方、いらっしゃるかと思います。そしてまたでも今です、ねえー ライブ配信をしておりますので、まあ、多くの方が、えー、おとなしくご自宅で聞いてくださっているのかなと思いながら、えー、でもです、ねまあえー、あのこちらとしましてはあのどこで聞いてくださっても変わらぬ情報を提供させていただこうと思います。今日のののタイトルは、えー、司法書士試験験年年目受験の2年2年目受受講の決定 定番実践力パワーアップ講座の全貌とタイプ別合格戦略タイプ別学習法というようなタイトルでもってお話をさせていただこうと思います主に今日この後6時からスタートしてまいります実践力パワーアップ講座の開講に合わせましてじゃあ他のレックのですねインプット講義であります卓越ターゲットそしてパーフェクトローラーの 講義とどこが違うのか、またそもそもそれらインプットを取らなきゃ、えー、受からないのかという,ようなことを、まあ、皆さんに、えー、1時間ほどのお時間をいただいてお話ができればということでこういった機会を得た次第です。えー、この後あの後実戦力の まあ、無料体験をしていく方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと長丁場になりますけれども、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。さあ、それではあのレジュメの方をですね。用意させていただいております。あのタイトルは今読み上げました。2年目受講の決定版というですねこのレジュメ、今 youtube 等で聞いてくださっている方もあの。 お手元に、今、レジュメがある状態でお聞きいただければというふうに思っております。えー、通学で聞いてくださっている方は、あの、お手元に、スタッフの方で準備をしているかと思いますので、こちらをどうぞ中を開きながら、え、聞いていただければと思います。あの、 ご挨拶遅くなりましたですけど全く私のこと知らないという方もあまりいらっしゃらないかなと思いまして、えー、ちょっと挨拶をはっしょっちゃったんですがあの15か月合格コースの、ね、講義などでも私の講義聞いてくださった、ね、またはあの今までのかつての中上級講座や、えー、当連の解説模試の解説などで皆さんにお目にかかっているかと思うので、まあ、あの詳細な自己紹介を割愛させていただきますが来年の2022年のですね合格に向けて、えーまあ、老体に鞭を打ちましてもうちょっ ちょっと私もだいぶあのだいぶもういい年になってきたので、そろ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 なんてずっとこの2、3年そろ,そろ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 って言ってるんですけど、もうなかなかレックに許してもらえず、えーえー、ずるずるとまあずるズルとって言っても別に嫌でやってるわけではないんですけどね、あの講座を受け持ちつつ受け持受け持っているまま今に至っております。で、まあでも引き受けたからには来年の司法書士のですね、えー、合格に対して皆さん方に真摯に向き合っていきたいし、えー、並走していき いきたいなと思っておりますので、まあ今一度、私も気持ち新たに今日ですね、スタートとして、来年に向けて走り切っていく所存でおります。 えー、そのためにも今日、本当にそういった意味での決意表明私自身も、ね、皆さん方をサポートするのに私自身も相当な覚悟と、えー、決意を持って今日、望まないと、えー、なかなかあ気持ちも体も折れてしまいそうな、えー、状態ではあるんですその今日本当にあ今日とかも昨日本当に寝られなかったんですよやっぱりあ今日から明日から始まっていくんだ、ね、その皆さん方の,その期待とその夢を叶えて差し上げるための、ね、こうバックアップをするというのは私たちにとってもすごく勇気の いいるるここととででまたすすごく体力のいることなんですでそれを毎年毎年、えー、あのもちろん平然とできているわけもなくいろんなところで、えー、皆さんと同じように疲れ果て皆さんと同じように絶望しもっとうまく教えられなかったのかもっとうまくね何かサポートして差し上げることができなかったのか、えー、まあ偉そうなこと言ってますけど裏では結構心折れつつですねあの皆さんと向き合ってたつもりですでそれがまた今日からスタートするということで非常に私としてはもう今日がもう本当に、えー、お正月、えー、昨日が大晦日で今日をで。 お正月のような、ね、気持ちで、今日望臨んだわけでして、でまあ、新年の刑は元旦にありじゃないですが、今日皆さんにその私自身の決意をね、まあ、お伝えしようと思っているところです。えー、そういった意味で、えー、今日は私、朝からですね、もう、えー、テンションフルマックスで,です、ね、熱、まあ、いというのもあるんですがあの、臨んできた次第なんですが、今日はそはまず、まあ、後期の前に、えー、こういったガイダンスでもって、ちょっとお実践力なのか、はたまた他の講座なのか、またはそもそも自分でやったらどうなのか、そういった話ができればなと思っております。 では、レジュメの1ページのところまずその前に今年の試験を簡単に総括していきたいと思います。えー 令和3年度のですね、そもそも、卓越基準点、どれぐらいのレベルだったのかということの総括、総括って言っても、まだ8月6日の基準点が発表されていませんから、総括っていうのは早いかもしれませんが、ただ今、レックが予想しているところのお話を申し上げると、卓越午前の基準点予想は、レックの成績診断リサーチからは27問、もしくは28問と予想させていただいております。で、これはですね、あの、例年偏差値50前後が、卓越の午前基準点のライン。 でそれが初めて崩れたのが昨年なんですね、昨年は47前後まで基準点のところが下がってきております、でそれは意識的に午前を下げて、記述の採点に残る人を確保したんだということが予想されているところなんですが、同じように去年同様、午前の部を択一基準点下げていけば、26というあたりまで下がっていくと予想されております。で私はははまだだにししががみつきたたいい気持ちが強いんですただあのやはりレックとしては の前例にのっとって、まあ、昨年のですねイレギュラーな対応をちょっと脇に置き一昨年までのつまり平成31年までの例年の流れにのっとると27、28という予想を立てておるところです。 さあ,あその上で午後につきましては、えー、例年のお通りの予想で21もしくは22というところまで下がってしまいますこれも有識事態でしてこの間福岡であのガイダンスをした後にですねまああの福岡はあの 飲食店等が普通通りに営業しているという体制だったこともありまして、まあ、少人数ではあるんですが自分の教え子の本職と何名かあって久々に、えーまあ、ご一緒させていただいたんですが。その あの時ご一緒させていただいた本職の司法書士はみんな平成31年30年、えー、29年あたりのだから司法書士としてはまだまだその成り立てのですね若い司法書士の先生たちとお会いしたんですが皆さん21位もあるかもしれないなんて話聞いたらひっくり返って驚いてましたよ。 まあ、あ彼らは25、26なんていうふうに午後が、まあ、25、26あたりの世代ですのでそれからするとまあ21もあるかもしれないなんていう点数はどんな午後だ,午後だったんですか、ね、というふうに本当に驚いてました。 いやー難しかったよともちろんあの答えてきましたけれども本当に今年の午後は難しかったと思いますですからあの午前34の午後19とかいう人が私の知ってる中で3人いるんですよ午前34午後19ってねどうやったらそんな点数取れるのっていうようにあの、まあ、正直それはちょっと開きすぎだろうとは思うんですが午前35へ午後10点台っていうのはその方々のみならずね 10名以上いらっしゃいますあのたくさんの方と面談した結果ですから間違いありませんが本当に10名以上午前30代、午後10点台、ね、もちろん午後10点台ということはもう正直基準落ちということでもう来年に向けて走り出している方がほとんどだと思うんですが、えー、まあ国内試験だなというのがもう正直なところですで、それは一とに不動産統計法の長文化、えー、ここに、えー、原因があると思いますあの小党法は不当法でやられてしまった勢いで小党、えー、法行ってしまった方が多かったのでね、学問的レベルとしては はさほど難しくなかったのに消灯法も一緒にずっこけちゃったという方も多くいらっしゃったのが、まあ、今年の傾向だとは思いますそして午後、記述なんですが記述については基準点を予想することはあんまり意味がありませんそもそも記述の採点に残った方の偏差値50ラインが記述の基準点になりますからその記述の採点に残った方の出来がどれぐらいだったのかによってその偏差値50ラインというのが記述の基準点になるだけの話ですからそれ35と言われればふんだし45と言われればふーんだし と言われれば不運だし、ね、だその点数というものにあまりこう一喜一憂しても仕方がないそれよりも記述の採点に残った方がどれぐらい間違えているのかっていう方が重要なんですねそこで私昨日あのツイッターであのおここ3週間の間に皆さんと面談をして報告をいただいた記述の採点に残った方の。えー 記述のの出来具合ででですすねあくまで所感ですで最初はねあの一人一人あなたここ間違えたんだって言って全部人数の統計を取ってたんですけどだん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 あまりに人数が多くなってきてです、ね、あの一人面談終わるとすぐ次の方が面談来てでも大体もう20分とかで面談をするってなったって最初の56分で去年の勉強を聞いてそして次の10分で今年の失敗点を、えー、伺ってそして次のです、ね、5分でもってその失敗点の原因を探ってあげてでそれを、ね、あの指摘して してそして次の5分でもって今後に向けた展望を話すというもうだから初めて会った方のね、えー、受験生に対してものの10分15分でもってその方の範囲を掴んで アドバイスしてあげななきゃいけないけ、ね、そこでもう全神経も本当に全毛穴を開くぐらいの感じでもう本当に全神経の全毛穴を、ね、あの開いてアンテナ立てて、ね、この人は何がいけなかったんだっていうことを耳傾けてあっ、まあ、でも大体ねあの経験値上分かるんですよ。って何気なく言った受験生のキーワードであ今のキーワードが出てくるってことはあれが原因だね過去問やってなかったのは原因だあこのキーワードが出てくるってことは直前期の勉強を失敗したのが原因だねなんていうことすぐ分かるんですけどただそれでもねやっぱり入れ 立ち変わり個別相談しているさなかでもってですねいちいちここ間違えた1人ここ間違えた1人って最初、あの性能字をつけてですね全部統計取ってたんですが途中でも無理になりましてで昨日のツイートはのあくまで私が今まで皆さんから聞いてきたところの主,主観による何割が合ってましたここ何割が間違ってましたというですねツイッターで昨日公開させていただいたので気になる方はちょっとご覧になっていただくといいんですが。ただ人 ことで言えるのは不当法の第二欄は半数が崩壊しています不当法の第二欄の枠ずれてみて枠ずれでえ半数以上が、えー、債務者変更 2を2件に分けることをせずに1件目から会社分割による債務者変更で2件目が分割譲渡になっちゃうそうすると4つの欄のうち下2つが登記不要になってしまうという方が本当に多く4割以上の方がいらっしゃいますでまた違った角度の斜め上へ行く枠ずれをする方も1割ぐらいいらっしゃいましたので少なくとも半分の方が第2欄をずらしているという現状そして第2欄がずれてしまってそしてその ねえぐ,だぐ,だぐだぐだ感たっぷりのまま3段いっちゃうと3段が債務者変更債務者変更って2件に分けてるのは大体8割ぐらいの方できてるんですけどただあの狭い枠の中に分割譲渡を書くということそんな書かせないだろうって逆に裏を読んで分割譲渡の申請事項を一切書かなかったなんて方も結構いらっしゃいますしそしてもちろんあの債務者の あ分割譲渡の申請事項は第2弾の方だ第3弾は債務者変更だから第3弾の債務者変更でいわゆるあの縮減的変更。 債務者があ少なくなるという変更なのでネテウ権者が、えー、義務者になるというあの権利者、義務者ひっくり返し論点は7割以上の方が確かできていなかったと思いますちょっと私もあの自分で書いたツイッターの記事全部覚えてるわけじゃないので、えー、詳しくご覧になっていただくといいんですが、まあ、結論から言うと不当は相当皆さん間違えれますで勝負となるのは一欄四欄かなと。 で一覧でずれちゃうとちょっと厳しいかなという気はするんですけど一覧と四段、ね、ここがある程度こう形になっていればそして三段の債務者変更、債務者変更、えー、というところ。<coughs> えー、債務者変更じゃない、寝て当権変更、寝て当権変更か、寝て当権変更、寝て当権変更、1件目が、えー、債権の範囲の変更、2件目が債務者の変更、でそこが変更、変更になっていれば、三段の、えー、いろいろ記載ミスはポロポロあったとしても、えー、点数につながってくる。つまり 大きく差をつけられないんじゃないかと。一覧と四覧ね。一覧については枠ずれなし。四覧については利益相反という言葉と、株主総会議事録って言葉が入っていれば、多分点は来る。いわゆる、えー、委員会証明書を付け忘れた。それから、なんで、えー、 その株主総会議事録を添付するんですかというその三についてのねえいわゆる登記令7条1項5号の派の第三者の許可承諾同意証明情報として必要だからっていう言葉がなかったとしても利益相反という単語とそれから株主総会議事録という単語さえ入っていればそれに電話ついてくるそれにプラスして今言った1覧4覧がある程度形になっているにプラスして3覧のところで寝て度権変更寝て度権変更 1>, 1件目のネテト権変更は債務者債権の範囲の変更、2件目のネテト権変更は債務者の変更というところが大枠であっていれば、だから電子記録債権とか会社分割前のはやぶさの債権とか、あんなのかけなくても、かけなくても大枠でね、枠ずれましてないというところぐらいまでかけていれば、多分ねあの偏差値50に食い込んでくると思いますよ、偏差値50の方に食い込んでいく、上位半分には食い込める、えー、不当法はそんなに厳しい裁定にはしてこないはずです。 問題は消灯,なんですよ消灯法は、えー、かなりですねやはり皆さん出来が良い出来が良いからこそ昨年同様の採点をするとすれば相当厳しく採点してきます。 赤松採点といって赤松さんが独自に作った採点基準で去年25ぐらいの赤松採点の自己採点の方たちが軒並み本試験の成績が返ってきた点数が12点、3点になってるんですね。でこれあの全員とは言いませんけれどもそういう方が非常に多かったね。でレックの記述答案サービスでも同様のことが起こっています。25点近くまで取っていたのに実際の点数は12点、13点だったんですけど何ですかこの10点の差はっていうね。そういったあの問い合わせが非常に。 多かったで何十人もの方の答案を見せてもらいましたけれどもおあの考えられるのはどこかしらでものすごく引いてるとしか思えない。 で去年、いろいろ検討したんですけど、えー、これはあの別の機会でお話ししてますが去年、大きく引いたんじゃないかと思われるのは登記できない事項の部分今年でいうと支配人ですよ支配人の部分を登記できるとして回答用紙に書いてしまって登記できない事項をなしまたは別のものを書いてしまうそうすると、えー、回答に大きく2箇所に影響しちゃいますよね。 登記できない事項に書いてないという原点と本来書いちゃいけないのに登記すべき事項に書いてしまっているという原点そこでごっそり引かれているんじゃないかというのが去年一つその点数が低かったというふうに自己申告してくださった方たちの答案開示請求の答案を見せてもらっての、まあえーまあ、感想なんですねで。今年ももし同じようなことをしていくと支配人というのはちょっと地雷になっちゃうかもしれない。で もう一つ、まあこれは今年の問題に関して言うならば、えー、募集新株発行の発行のところです。あの募集新株発行の発行をフル回答した方と、えー、ポロポロ間違えてる方ね。 あそこががかなり差がついてくるると思われるんですねつまり、えー、募集新株約件の発行自体気づかないというのはちょっとまあ論外なんですよでもあそ,、まあ、そもそも記述の採点に残ってる方にそんな方あんまりいらっしゃらなかったんですけれどもでだからみんなほとんど書いてる書いてるんですけれども日付を間違えるとかあとはあの新株約件の登記事項を完全に覚えていなくて1個だけ抜かしちゃうとかねあと条件講師の条件のところ抜かしちゃうとか優勝、えー、発行無償発行の無償っていうのを書くの忘れちゃったりだとかね、えー、講師可能期間を書く 忘れたこういったその新株百貨の登記事項の完全な暗記が不十分だったがために募集新株百貨の発行を登記するってことは気づいたのに完全な答案がかけてないこういった方が非常に多くいらっしゃいますで、あそこで点数をがっ,がっつりまあ、えー、配点を上げるということをすればね できなかった人をごっそり排除できますからごっそり減点できますからもちろんそれだけで一発不動く一発基準点未満になるとは思いませんけれどもそこと支配に両方やらかすとちょっときついかもねっていうね。だからおおなんとからとの どっちかを守っていくというようなことがあ偏差値50、記述の基準点に食い込んでいくためには必要なんじゃないかというのが、まあ、今現状を言えるところでのギリギリラインです。だから本当に消灯法の祭典がもうブラックボックスすぎてです、ね、去年はもう物議かもすどころの話じゃなかったので同じようなことを今年もやるんだったらもういかに半分を振り分けるか,、ね、か要するに記述の基準点に残る半分と記述の基準点未満になってしまう半分を振り分けるためにどこに、えー 配点をいっぱいこうつけていくのか。 多分あれね全員の採点しててから配点点決めてるんんだと思うんですよ全員の採点をしてからどこの配点を高くすれば差がつくかという目線で配点を決めてで配点を決めた上でもう一度採点をつけていくというようなことを多分やってるんじゃないかということは言われているところでしてそれやられちゃうともう我々としてはもう予想するしかないその予想だって当たるかどうかなんか全然分からしないただあの当たる、当たらないはともかくできることは発信していきますからう、まあ、嘘は言いませんので、えー、それはねあくまで私たち講師の主観ではありますけど けども、今後の SNS 等の発信はあの私以外の講師も含めてどうぞ参考になさっていただきたいなと思います。まあでもいずれにせよ今年の試験本当にあの過酷な。 まあいつものことですが、過酷な試験であったことは間違いない。それをね皆さん今くぐり抜けてこられたわけですから、まだ本当にお疲れまだまだ取れないと思います。私もまだ取れてない。まあおかしいなと思うんってね年々あれあれ二週間ぐらい経ってば普通に疲れも取れるもんだと思ってたんですけど、ん今年はなんかまあ、えーえー、なんか未だに疲れも取れてないような気もしないでもないんですが年だなと思いつつ、まあでも皆さん方はもっともっとねやっぱお疲れだったと思うので、えー、まあ今実践力はもう始まってくるシーズンでありますけど。 ご自分の体調を、ね、うまくこうコントロールして、えー、来年への影響をそれではじゃあ本題なんですが1ページのところにそのタイプ別分類とタイプ分類という図があると思うのですがこれまあ毎年あの微調整しながら使っているんですがタイプ1からタイプ6まで用意させていただいていますでタイプ1というのはもう基準点午前、午後ともに突破し記述も基準点突破しているはずというのが推定合格者タイプですよ。で えこちらのタイプ1に関してはまあほっといてももうあの来年え決めてまあ今年仮にダメだったとしてもね来年決めていくことができるでしょうからむしろこの場にはいらっしゃらないと思うんですねでですからタイプ1の方への勉強方法については特にアドバイスいたしませんでタイプ2の方も午前午後ともに基準点到達しでさらに記述の基準点が微妙という方ですので、えー、まあ そうですね実践力のカバーする範疇の方ではないのかなと思いましてやはり今回コメントは控えてまいります。よって今日お話ししていきたいタイプ別学習法というのはタイプ3から6までちょっと1ページ後でご覧になっていただいて先にもどんどんいっちゃいますとタイプ6の方。 6の方というのが、いわゆる午前、午後ともに基準点未到達であってで、なおかつ午前、午後ともに16点未満というような方を対象にしております、もうこの点数からすると、そもそも,もう基礎に、もうほころびどころの話じゃなくて、基礎に何かしらの大きな問題がある、基礎から鍛え直すことが必要なタイプですよ。 とといいうことが言えていくわけなんですですから記述以前の問題としてまず卓一基礎から鍛え直そうという方たちです。でその方たちへの,のアドバイスというのは大は小を兼ねるの発想で多かれ少なかれタイプ3、4、5の方にも、えー、もちろんヒントとなりますので、まあ、自分は6じゃないという方もお聞きいただきたいんですがそれが2ページに書いてあります。でまず <laughs> もしですね、タイプ6だなと思っている方、初級講座すべて受講していないというようなことが考えられます。例えば、マイナー科目ごっそりやってないとかね。というような場合には、その音声データ、 ダウンロードできるのであれば早めに、えー、あれ視聴期限がありますからダウンロードを通していただいてまずはその未消化の部分を全て受講しましょうだから慌ててインプットの新講座を取るというよりも初級講座で未消化の部分をまずは消化していただくことをお勧めします。そして、えー そうなりますと当然この8月あたりから、まあ、今日含めて8月前後でスタートしてくる中長期の大型インプットっていうのを受講するというのは無理になってくると思うんですね。えー、しなくていいと思います。それよりももっとやることがあるから、ねで。その一つが今言った初級講座で未消化な部分を消化すること。ただしただだししじゃあ 初級講座を1からもう1回聞くというスケジュールの立て方はお勧めしません例えば15ヶ月合格講スや全日制本科講座の音声データ全部残ってるからこれもう1回聞くんだ、ね、やめてください、ね、あの聞いてない部分を聞くとか自分がどうしても弱点な部分を聞くっていうならいいんですけどその全部をもう一度聞くというのは全くお勧めしないで、えー、1年ないしは1年半かけてやってこられたものをこのお <coughs> 8月のタイミングから聞いていくというのはあのとてもじゃないけど消化できなくなってしまうからなんです。でよってて聞くとしても自分分が苦手な分野または そもそも聞いていない分野だけにしてほしい。それが終わり次第ですね。当、え、連、ー、まで、当連というのは実1月以降の実力要請当連のことを意味しています。1月以降の実力要請当連をぜひ受講していただくとしてですね。当連までの間、えー、つまり1月の頭までの間、年内の5ヶ月ですね。8、9、10、11、12この5ヶ月間で。えー 主要科目少なくとも主要科目のインプットを自分で計画を立てて勉強していっていただきたいんですでその時にテキストの読み込みそして過去問ここまでやってほしいということですで等連問題等連問題につきましてはあの今年のファイナル等連公開模試タイプ六の方は多分未消化のまま 手つかずで残ってると思うんですね。そういう今年向けのファイナル討論公開模試でやってない問題を年内やろうというのは進めません。それはそのまま置いといてください。そのまま。 置いといてとにかく年内は、えー、民法不登法会社消灯法の、えー、再インプットに徹する、ね、でその時にやることはテキスト読み込み過去問、ねまあ、私のクラスの方だったらセルフレクチャーもプラスされますが、まあ、一般論としてはテキストと過去問をやっていく、ね、でその際にこれ行き当たりばったりの勉強は100%失敗すると思ってくださいもうここ12週間同じことばっかりツイートしてるんですけど自分でやった時に注意するべきことを教えてください。ね もう自分でやったときに注意することって言ったらもひと、ね、えに、ー、スケジュールをしっかり立ててくださいということですで自分でやって失敗することの最大の原因はスケジュール管理ができてない、ね、でそもそもそれはスケジュール立てられたんだけどその通りにできなかった場合とそもそも立ててないから、ね、その通りに行くも何も最初から立ててないからもちろんできなかった場合とに分かれていきます。でえー、もうかななり厳密な もう例えば何月何日まで民法何月何日から、えー、不当法で何月何日まで、えー、不当法やって何月から会社法転換っていう的ないつまで民法いつまで不当法なんていうのはあれスケジュールには入りませんそんな当たり前だからそれを立てることでスケジュール立てたなんていうのはちゃんちゃらおかしいんですね。 民法の中でも相続、物件、債権、親族相続とあるじゃあ相続はいつまでか物件はいつまでで,で物件だって、物件の、えー、要益物件までと端物とに分かれますし端物の中だって7権留置権酒取り権抵当等権ねというふうに分かれていくそれぞれがいつまでに終わらせるのかというのを、えー、この8月お盆までの間に決めていかなきゃいけないで,ですから、もうかなり、えー、厳密に、ね、ここから端物に入ってここから債権に入って債権だって総論と格論がありますしね。でえー じゃあ債権が終わったら次親族相続にいつのタイミングで入ってじゃあ親族はいつまでで相続がいつからなのかって。 毎日あの1日単位でもって計画を立てていくぐらいのですねことでなければいけないとそしてあのご自分のスケジュールと照らし合わせてその一週間五、えー、日勉強できる人六日勉強できる人はたまた三日しか勉強できない週というのもありますよねそういったものも全部加味して計画を立てていくんですよ例えばだからあらかじめ分かっている会社の、えーまあ、出張だとかまたは家族の行事だとかそういったものでその <laughs> 自分が勉強に使えない日をあらかじめ除いて、じゃあ今週は箇所分に時間がどれぐらいあるから、じゃあ今週は民法のここまで行く、ね。で、来週は一転して1週間のうち6日は勉強できるから、じゃあ来週のノルマはもうちょっと多めに、ね。なんていうふうに個人の事情を加味して計画を立てようとするとかなり大変な作業になってくるということはおのずと理解できると思います。で、そこをきっちりと勉強を始めるこのタイミングで立てられるかどうかに、えー、もう勝運がかかってる。よく言うのは、いや実はスケジュール立てた段階で その立てたスケジュールをもし私が見たときにですよあのもうそれを見ただけであこの人受かるなというのを実は分かります、わかります、え時々それを持ってきてくださる方がいらっしゃって自分で立てて,みた、ね、立ててみたスケジュールを見てくれないか、ね、み見ますよ、あのこういうガイナンスなんかのときにはどなたでもあの個別相談をお受けしてますから、えー、あの自分で立てた、ね、私の教え子、受験生でなくとも、えー、そういうのを持ってこられればあの見て差し上げますあと、ご自分でその勇気を持って他の人の目に触れるのがいとわなければあ自分の匿名アカウントで SNS で私に質問していただいてもいいです他の人の目に触れちゃいますけどねでもそれを見れば実はあこの人の立てた計画あこの通りにできれば受かるな、ね、あこれ無理だな、ね、あ頑張ってはいるんだけどもりもりすぎて絶対達成不可能だなとかでも一発で分かります一発で分かるでそのうちあここまでしっかりスケジュール立てたんだったらあこれねこのままやってごらん、ね、これもやったら絶対受かるからってアドバイスした人は本当に受かります。 だから、もう実はあの自分でやって受かりますかっていう質問は不毛でして自分でスケジュール立てて受かりますかねそれは受かるようなスケジュールを立てられれば受かりますなんです。だから本当にあの ひよこが先か卵が先かの話なんですが自分でスケジュール立てて自分でやっていく勉強っていうのは受かるでしょうか、うん、あの受かるスケジュール立てれば受かるよっていうそういう答えになってしまうそれでは何とも言われた方ははあっていう感じでねもっとアドバイスしてくれよって思うと思うんですがでもそれが現実ですからそこのところをねまずご自分でやると選択したからにはもう本当に一日単位のスケジュールを立てるぐらいのつもりでその際に大きく守ってほしいのが年内に主要4科目を終わらせる1月以降は絶対実力要請等えを あの受けていくでマイナー科目に関しては少なくとも未受講分野があるんだったら年内に未受講分野を終わらせるにしてもえー 一通り事故が終わってるんだったら年内でマイナー科目まで攻めようとするのは正直難しいかもしれない、えー、だったらば最低でも年内は主要科目で年明けが入ったらマイナー科目にもおこう,、えー、こう手をつけていくで年末のところでそういうご自分で勉強してくださっている方に向けたガイダンスを毎年レッグではやってます。 年明け半年間の学習方法っていうですね、ガイダンスが必ず12月にレックで実施される。多分私がやると思います。でその時に、独学タイプの方たち、ね、年内、ちゃんとスケジュール通りこなせていることを前提に、じゃあ半年以降はどうやってやりましょうかっていうアドバイスをさせていただきますから、今日みたいな感じで。でその時には、もちろんその後個別相談もお受けしますので、えー、年明け以降はそこで、ぜひですね、受け皿として、あそこで、そこで、あの、知恵をですね、あの、えー、あの、 つけてててご自分でまたたたスケジュールを立てていいだきたいなとさあそれでは、えー、先ほど言いました、まあ、タイプ6の方は自分でやるっていうのが一番ベストかなと思いますただしただしですね、えー、未消化部分がないでもって伸び悩んでる、えー、ということであるならば。 もう一つの選択肢として実践力に乗っかってしまうまたは初級講座を1から再受講1からっていっても来年に向けた15ヶ月合格コース今ちょうど民法の終盤まで行ってますだからそこに途中入会途中受講してで来年の試験に向けて再起動するという選択肢はまあもう一つうありっちゃありですどっちかというとタイプ6の方の場合には未消化の部分が多い方が多いと思うので未消化の部分例えば民訴全く聞いてませんとかね 県警やってませんタイプの人だったらば「丸4は進めないんですけど「えー、丸4の特に実践力を進めることはないんですが一応未消化はありませんというのであれば、まあ、実践力に、えー、飛び込んでくるという選択肢はありかもしれません。 でまたはあの民法が終わってしまっていることを想定した上でいやでも不動産登記法からでも初級口座もう1回受けたいんだ、ね、というようなことをおっしゃる方もいらっしゃるのでそういった選択もないとは言えないただ、それぞれあの担当講師等とですねぜひ個別相談等で今こういう状況なんだけどどうだろうかっていうのはぜひ相談をしてみてほしいなと自分はどっちがいいだろうかというのはどうぞご相談ください。今日もししまさにそれ私ののここととだって思った方がいらっっったた方いららゃちょっとねこのガイナンスの の後6時までの間は、えー、ちょっと私も講義の準備がありますので個別相談ってなかなか30分しか空いてないので難しいんですが、えー、生で来てくださっている方対象に、えー、実践力、もし無料体験された後ですね、えー、希望者には何とか個別相談してい、えー、こうと思っておりますので後でですね、あのー、ぜひお声をおかけください。さあそして記記述述対策ななんですがこのののタイプ6の方は多分の、えー、雛形もあまり完璧になってる とは言ひな形に関してはもうあのかけた時間というものがもろに生きてきますからもう今すぐ始めましょう。た、えと、ー、え初級講座を再受講する実践力の講義にお世話になるというふうに決めた方であってもすぐにひなはもう。 こここの8月頭ぐららいいいかちちょこちょ,こちょ,こちょこやってった方がいいでもし実家にあの入ってくるというふうに決めた方に関しては今日のこの後一1回目でどうやってひ,ひな形を覚えればいいか話しますからそれはちょっとそこに委ねてほしいんですがもし自分でやるという選択をする、ねえー、というのであれば、えー、いわゆる主要科目の対策とは別個独自に毎日ノルマとして、えー、不等3つ小等3つずつひな形書いて寝るとかねそういうような,なんかこう決まり事を作っていくことが必要かなと思います。 さあそして記述の演習につきましてはちょっとタイプ4と同じだというんで4のところであのお話をしましょうじゃあまずこのタイプ6の方、えー、私のおすすめは。 まあ、未消化なところがあるのであればご自分で、えー、その未消化の部分をちゃんと、えー、聞いて自分でスケジュールを立てて勉強していくというやり方で1月以降は実力養成等連に乗っかっていくというやり方でもし未消化の部分がない、ね、で自分は講座じゃないと、えー、なかなか難しいというのであれば実践力パワーアップまたは初級講座の再受講、ね、そのどちらがいいかは大、えー、相談というふうにいいアドバイスさせていただきます。 さあそれではじゃあ続いてタイプ5の方これはいわゆるあの午前、午後ともに基準点到達しなかったけれどもそのタイプ6よりも点数は取れてるで16から22ですから下手すら午後に関しては21とかだったら、まあ、本当に基準点ギリギリぐらいのところまでは来ている。えーまあ、午前はちょっと20 前半では厳しいんですけれども午後に関しては20前半というのは基準点間際もしくは場合によっては基準点は午後だけ行っているとねいうような形になってくると思いますだからタイプ6の方よりもまだ卓越の方点数が良いという方ですねでこの方たちへのアドバイスとしては多分未消化な科目が 初級講座中未消化な科目があるという方は多分いらっしゃらないんじゃないかなと思いますだ一通りはだ講義は受けていることを前提にした上でのアドバイスどうやって卓越を抜けていくかだから午前だったら三十以上とか午後だったら二十七八以上みたいにその安心して本試験を迎えられるようにこう卓越が抜けた感を来年の六月あたりでこう持つことができるようにするために今何が自分に足りないのか足りないのは 知っていると分かっているとの間の溝に気づいていないという部分なんです。知っているっていうのはね、えー、分かっているとは違うんです。 それもも違うななんて思うんじゃないもうそこはもうあの大きな谷川を挟んだ、えー、川の対岸みたいなねもう断崖絶壁を挟んでその谷底には大きな川が流れていてで谷のあ川の向,かい向こう岸とこっち岸ぐらいの,ぐらいの違いがある、ね、そこにこう断崖絶壁の、えー、谷を,谷,を谷の川下に大きな川が流れていて、ね、あのよく映画とかで出てくるようなそういったもう両岸ぐらいの差があるとそこに、えー、大きな差があるということにまず気づいていかなきゃいけない。でとにかく市 知っていますよって言ってるのと分かりますよっていうのは全然違うで知ってるだから中上級者によく言ってるのがもうあの一度知っちゃったらもう,あのもう知らない状態に戻せないんですね。 で一度知っちゃったっいうことは悲劇なんだよってよく中上級者に言ってるる、ね、君たちはもうとにかく生地知識がついちゃってそれは、ね、なんかすごく知識がついたから自分としてはあのもちろん満足だろうし勉強というのは知らない知識をつけていくことですからそれはししや新しい知識を知るということは喜びであり楽しみなんですよそれはわかりますそれを否定するつもりはないだけども中上級者が陥ってしまうのはそうやって新しい知識を知ってしまったがために、ね、その知っていると分かっているが違うということに気づかないままいると全部の足が知ってるんですよ。 全部の足知ってる、ね、で知ってるんだけど「丸かバツかって言われるとうーんどっちだったかな次行こう、ね、あこれも知ってるこの間の「トーレン」で見たでもどっちだったかなツみたいな気もするけど、ね、いや次行こうなんて言って知ってるんだけれども丸かバツかの答える勇気が持てないというかそこまでの理解がない、ね、で全部知ってるんですよ。 でも全部知ってるんだけど、まあ、もちろんそのうち1足ぐらいはね、えー、確実に分かってる足は出てくるでしょうけどじゃあその 1, 1足使って消去法使っても結局2足にまで絞れるんだけどもあとは力技で「えい、ー、や!」でこっちやっちゃうから「えい、ー、や!」でやっちゃうと大体間違った方を選ぶんですよねだ2足までたどり着けるのに最後の2足で間違えましたっ、ね、でさも皆さんそれ2足までは言ってるんですよだから僕は箸にも棒にも引っかかって,ない,っかかってないわけではないんだだからつまり全然ね分からずに間違った人と一緒にしないでくれみたいなことを皆さん言うんですよ。ね 僕はこんな不本意な点数だったけどでも先生「二足にまで行ってるんですよ、ね」だから傷は浅いと思う」って言うんですけどいやいやいや私に言わせれば二足まで絞れて間違ったのと全く全然分からずに間違った人と同じだよってそ言いませんよ言いませんそんな本人の傷に塩塗のようなことは言いませんけれどもすごく自分では「いや二足まで行ってるんだからまだまだ、ね、全く分からなかった人にましだよね」っていうノリでこう皆さん私に反論してくるんですけど私に言わせれば同じです。 できななかったったていいう点でおいては同じなんですよですからとにかくもう一度知ってしまった知識を知らない状態に戻せないんだったら知ってしまった以上は確実に分かってる状態に高めるしかないんですだから中上級者の方が大変なの1回目で受かるビギナーズラックの方が実は受かりやすいそれは知らないままいけるからです 知らないんだったらら考える余地もないから、ね、知ってるものについて何とか勝負しようもちろんその知ってるものについての消化度が1回で受かるような人に関しては、ね、ずば抜けて消化してますからね、えー、だからあの1回目で受かる人は子供も投げにいい、ね、受かっていくような印象を与えるでも本人たちはもちろん皆さんの見えないところでものすごく努力をしてるんでしょうけどそこをあの2年目3年目と会話を重ねるに従ってどうしても知識が増えてしまうとその知識を、ね、知らない状態に戻せないんだったらもうそこは腹くくってしっかりと 暗記してていいいく状態に持っていかななきゃいけないそこをです、ね、まずはしっかり皆さん気づいてほしいところそしてさらに知ってるといは知ってるでもそれはこの後確実に分かってる状態に高めなきゃいけない知識なのか、ね、知ってるは知ってるんだけれどもフェードアウトして、まあ、完全に忘れることはないにしてもね、えー、それを定着させるよう何か努力せずに放置しておいてよい知ってる知識なのか。 その分類を怠ると、え、全部頑張ろうとしちゃうことになるんです。先生一度知っちゃったら、もう知識はね、あの、知らない状態に戻せないって習いました。だから、僕は一度知った情報をすべて完璧に覚えるように、この一年頑張ったのに。結局、本試験見たら、全部知ってる状態で、ね。うんね でやっぱり切れなかったんですけどって今,今年言われましたあの福岡でとある受験生にちょっと聞いてたらまずいんですけど、ね、先生が知ってる状態を知らない状態に戻すことはできないって去年個別相談で聞いたので僕はこの1年間で知ってる状態を全部分かってる状態に持っていくためにもう血のにじむような努力をしただけど今年の試験見てみたらやっぱり全部知ってるんですんで,でその,あの本人は必死であの、ね、お話してくださったんで私もああそれは頑張ったねもうあの本当に頑張ったのもう、ね、本人の見せてくれた手帳で分かりましたんでそこに関してねもう その能力にに関しても本当に脱帽ですただ一つアドバイスしたのが「それ全部同じようにやった」「はい全部同じようにやりました」「一度知っているという状態を全部わかるようにすれば、ね、いいんだ、ね」というふうに自分なりに解釈したので「全全部部かっているように全部高めよううに高めとしましたああそこだよそこだよそこがいけなかった」あの「全部知っている状態にあ全部分かっている状態に持っていった方がいい」って去年私言ったっけって、ね 言言っっってててまませんあの分類しろって言ってましろたでも本当に覚え,て覚えておけばいいものとそのままフェードアウトして、まあ、忘れることは完全に忘れちゃうことはないにしてもそのまま放置しておいていい知識と分けなさいって、ね、確かに先生言ってましただけど僕はよかれと思って全部やったんですその努力は本当に脱帽なんですけどなんかちょっともったいない、ね、なんかあのどもうちょっと去年もっと強く言ってあげればよかった。だかから何が言いたいかといたととう知識の 棚卸しですよねでその分類これに今一度取り掛かってほしい自分が知っちゃってる知識ってのは本当にこのあとそれを分かってる状態に高めなきゃいけないほど重要な知識なのかそれとも、えー、そのまま様子見て置いといていただいていい知識なのか。 えー、そういうその本当にこれをしっかり覚えておかなきゃいけないのかそれともそうではないその先の発展的な知識なのかという知識の分類、ホルダー分けね基本とそうじゃない2つのホルダーに分けてであのファイルをどんどん分類していくそういったような勉強を、えー、意識した勉強それどうやればいいんですかそれどうやればいいんですかこれ、ね、過去問を解く時にもそうやって過去問を解いてほしいんですこの問題が本試験に出たら自分はどれを軸足にして解くんだろうか。 でそういう目線でもって過去問を解くというそれだだけけの意識だけでも随分変わってきますで自分が使った軸だと思う知識になんかこう色分けをしていくとかねで使わなかった知識にと色分けをするとか、えー、もちろん結果的に全部の足が基礎知識である問題も多いですけれどもそうやって過去問を解く時から自分でこう意識的に知識を分けていく。 それが難しければ口、えーまあ、座を利用するというのも1つの方法だと思いますそこに口座のメリットというのがある。 実践力のテキストはもうそもそも最初から軸足になるものに網がかかってますだから要するにもう今更何が基礎知識なのか分かんないんですよっていうねだって全部知ってるもんなんていう人のためにじゃあ分かったもうこっちで基礎かそうじゃないかを分類してあげるからという目線でテキストを作ってますからそういうその迷子になっちゃってる系の受験生には非常に喜ばれるということではありますただ自分でもですねできないわけじゃないんですよ初級講座の時のテキストを引っ張り出してきてください 一生懸命講師がここチェックしてって言ったところそこが基礎知識なんですで最初の講義の時に聞いたチェックされた箇所を今一度もう一度掘り起こしてみるそうするとああ、ここだったんだ。 自分はその先の方のステップアップばっかり覚えたけど実はそこじゃないんだっていうことをね1年目のテキストに戻って当時のチェックした箇所を振り返ってようやく目が覚めましたって言った方も今年いらっしゃいますその方は去年から今年独学で勉強してますで1年目のその方ね今年3回目だったんですけど去年がえー 独学で勉強されてであの1回目初級で2年目3年目はずっと独学で勉強されてたで2年目の独学の去年の時に個別相談してうまくいかないって、ね、でちょっと金銭的な問題で講座取れないだから今年も独学でやりたいって、ね、どうすればいいか3年目の正直だじゃあ分かった1年目のブレイクスルー持ってる持ってます、ね、引っ張り出しておいてブレイクスルーの、まあ、私の。 あの講義を受けたわけじゃないんですけどそのどの講師でも絶対1年目に絶対一番重要なところチェックしてるから、ね、そのチェックされたところを全部書き出してごらんって言ったんですねであのその書き出したノートをその持ってきてくださいましてで先生、全部書き出したってチェックされたところを書き出してみたらそれだけで自分の,もう,あのもうメインテキストになったって、ね、だから要するにあの余計なところを全て排除して自分が1年目にチェックしたところだけを箇条書きで書き出したんですよ。 で途中から書き出すの大変だからもうワードで自分で打ち込んだって言ってましたけどでそを持ってきていただいてでそ,こをそれをベースにしてでそれが出来上がって年内で1月以降はそこにトーレンを受けてトーレンでやるとさすがに新しい知識出てきますからその自分が作ったサブテキストサブテキストな、ね、いだ,だから自分が作ったま,あまとめテキスト、ね、そこにどんどん,どんどんトーレンで新しくできたことを違う色のペンで書き込んでいったんですよ。 そうするとベースの黒で書かれたものがその1年目にチェックした基礎知識でそこに当連以降公開模試にわたって新しく出てきた知識を1個1個付け足して書いていった。そうしたらもう、ね 知識の2段階でできてるじゃないですか、えー、ブレイクスルーで1年目にチェックした本当に重要なところを自分で書き出して途中、まあ、から打ち込んでましたけどそれをベースにしてそこに当連以降で得た新しい知識を2階建て部分としてですね載せていっただけど面白いもんで、ね、先生この書き込んでるピンクのあるでしょって言ってピンクで書き込んでたんですけどピンクのあるでしょこれねほとんど覚えられなかったんですって言ってましただから結局自分があの使ったのは全部その初年度のチェックした部分だけで軸足切りました。 両方三十以上です。三十以上取ってらっしゃる。るちょっとね、記述がね。ちょっと記述が、あの、えー、やらかしてるんで、あの、ちょっと本人も心配で、私も、ちょっと心配だなと思ってるんですよ。午前三十二、午後三十です。で、えー、もう午前午後、ぶっちぎりだから。 いやすごいねって言ったらいやでもね結局1年目の部分だけで解いてるんですよねね先生が言ったの本当によく分かりましたって言ってくださってたのでねまあアドバイスとしては間違ってなかったってね私もそういう自分のアドバイスに自信持ってますけどやっぱりねあのアドバイスにした方にうまくいかなかったって言われるとこっちもへこみますからまあでもそうやってうまくいったというご報告は本当嬉しい限りですなのでそういうですねあの勉強っていうのはぜひまあこれはどのタイプの人にも重要かなと。そしてタイプ5の人だけでではないんですが やはりあの自分でやるという場合と講座に乗っかるという選択があると思います講座に乗っかるんだったらもう講座通りに言われる通りにやってください私はそこに口を挟みませんもちろん実践力だったら私自身がアドバイスしますで自分でやるという選択をされるのであればやはりもうとにかくスケジュール立てるのはしっかりとやりましょう、ね、で丸さんのところにあるとおり勉強にはその点を学ぶべきベストな時期があるだからとにかく年内のところで発展的なものに手をつけなさな。んだもう繰り返しですけどまずは土台を年内しっかり見据えましょう でえ続いてえ、卓越に関してなんですがあ記述に関してなんですが記述はタイプ4の方と同じなのでこの後まとめてお話をしていこうと思います。じゃあタイプ4の方次の3ページ見ていただくとタイプ4というのは午前、午後どっちかは基準点到達しているけれども記述大失敗っていうね午前、午後どっちかが基準、あのー、点達しているんだけど記述についてはちょっとボロボロね このタイプ4の方への克服は択一のどっちか苦手の方を克服することと傷つの強化が必要になってくるというタイプです。で、えー、どっちかが択一苦手って言ったら、まあ、午後の可能性が高いと思うそうすると午後というのはやはり肝が登記法です不動産登記法商業登記法、ね、そのどちらか、えー、というのがですねこれ、あのー、苦手というのであればえー 不動産登記法法商業登記法のウエイトを年内ちょっと高高めめた方がいい、ね、ウエイトを高める、ね、例えば普通は民法から勉強するんでしょうけれども不当法から勉強するとかね不当法から勉強してそして、えー、あの次に会社法商統法で最後に民法を軽めにやって、まあ、どうせ1月以降のト連は民法からスタートですから、まあ、例えば12月ぐらいに民法を軽めにやって1月以降民法を続いてト連と並行してやっていくなんていうふうに。だから 登記法、不登法から始まりの会社法、商統法、12月になって民法を軽めにやって、1月民法から当連スタートでやっていくなんていうふうに、自分で勉強する場合には自分で順番も変えられますから、そういったようなね、えー、苦手な科目を若干上と上げるというのはおすすめです。でその際にですね、記述を先に完成させるべきか、択一かと言われたら、それはもう迷わず択一です。択一の知識が先だよと、ね。で、えー そし丸3のところなんですけどおもし民法からやるのであれば民法の学習時期に不当法のひな型を解消法の時期に消毒法のひな型を一緒に勉強するようにしてみてください、えー、これは東京法の時にだけひな型をやって実体法の民法解消法の時にひな型から離れちゃうと途端にできなくなりますからひな型はもうつかず離れずでずっとね、えー、平均してやっていくのがおすすめです。 さあそして工藤陽ですけれどもひな形の暗記というものを侮ったらそれはもう合格はない今年だってあれですよ蓋を開けてみたらあのちょっとびっくりしたんですけど記述の採点に残れ, <laughs> 残れる人だから午前午後とも基準点到達している人たちって株主名簿管理人のひな形やっぱ完璧ですね株主名簿管理人のかあひな形ってやっぱ完璧に覚えてるんですよあれはやっぱりあっぱれだなと思いました。でえー、それからあの、まあ、枠が 小さかったので裏読みして「分割譲渡書かせないんだ」って裏読みしちゃった人は確かにいましたけど分割譲渡の登記も京端目録を落としたっていう人は9割いましたけどそれ以外は分割譲渡の登記はやっぱり完璧なんですよね。 だからそれがやっぱ合格レベルなんです、えー、ですので、まあ、中にはいましたけどね株主名簿管理人の,あの記載をちょっと間違えましたみたいな人はでも本当に少数でしたのであこれがやっぱり合格レベルだなそこでもってそもそも私株主名簿管理人書くって分かったんですけど、えー、どうやって書くのかちょっと間違えちゃいましたなんていう,の、ねえー、いうのはやはりひな型が足りないよねっていうところは間違いないと思いますひな型っていうのは一朝一夕では身につかないのでね、えー、今からあのしっかりやっておきましょう。さあそしてタイプのの方というのは これはどっちか基準点午後、午前、午後、午前、午後、達しているで、記述については、まああのえーこの、なんとか基準点ぐらいまではいっているというタイプの方なので、もうなんかタイプ3とかになってくると、あんまり4とも3問出てこなくなるんですが、特にこのタイプ3の方では、えー、午前、午後、午後だけ20点。 午前28点で、今年多かったのは午前287、えー、午後20点記述は多分平均点以上いってますすごく多かったんです今年午前が289とかね午後が20とか19で記述は採点してもらえれば自分多分基準点ぐらいはいってたと思うっていう方そういう人たちが、まあ、いわゆるタイプ3です。 だから、えー、午前は軒並みできているのに30近いのに午後が2019、ね、でもって記述はできてたのだからでもう採点されないのでねできてるって言ったってそれはあの悔し紛れになっちゃうんですけどそういった方たちが一定数いるとしたら、まあ、それがタイプ3だとしてタイプ3の人っていうのは何がいけなかった何をどうすればいいのか、ね、でこれ一つ考えられるのが、えー、まあまあ同じこと言ってるんですけど、えー、当連公開模試の卓一の点数よりも本試験の成績が下がってしまった。 というようよな場合レックの当連では午後だって27とか取れてたんですよ、えー、ところが本試験だと20しか取れなかったんです。 という方はこれはもうさっきから何度も言っている年内に基礎をちゃんと重ねてその先の1月以降に発展的な知識を乗せていくという段階分けがうまくいってなかった証拠ですで年内に基礎論点をしっかり潰して年内には逆に発展論点は潰さずにで年明け1月以降の実力要請でようやく発展論点を初めて乗せていくという段階分けができていればそういう当連よりも本試験の成績が下がるということは起こらなかったはずだそういう側面があったのかな。 そして、えー、このタイプの人へのアドバイスは、えー、いわゆる基本論点、ね、まず一年内までに一旦こうしっかりとお、えー、こちらですね年内までにこうか潰してそしてその後、 まあ、当連の時期が3月までに重ねてそして、えー、直前期と3回にかけて、えー、完成させる、まあ、これはあのお年内までを、まあ、ちょっと3月までと書いてあるけどこ12月までだな、12月までの年内までとりあえず当連時期の3月まで直前期と3回にかけて完成させていけば少なくとも3回やればき基本論点はちゃんと定着していきますからね、えー、3回に分けて基本論点定着させ発展論点は当連の時から始めてやる。 そうと発展論点は当連の時と直前期で2回基本論点は年内までと当連の時期と直前期で3回でしょ2回と3回でそこでちゃんと分類ができたまま直前期にいけるんですねだからそのよく言ってるのが直前期のところで知識の階段が分かれてますか分類できてますか基本論点とそれから その先の発展論点の分類があやふやになったまま直前期にいってしまうと本当に当日試験で成績伸びないということになりますからもう絶対にねその知識の分,化だから分類あの段階分けを、えー、序列を崩さないように、ね、してほしいなと思います。さあそして、まあ、これ丸ル繰り返し発展論点は1月以降で過去問学習は足別ではなく一問タイプがおすすめです。 でもとにかくこれは全てのタイプの人に言えるんですけど足別問題集使ったら落ちますよあの、まあ、それは卓越ターゲットの中についている問題という意味で言っているんじゃないんですいわゆるどの予備校も出している足別タイプの問題集は使わないでください。 で一問一答タイプでやってるつもりになっている方がいらっしゃるんですけど一問一答タイプはあくまでもサブ的なものとしてお使いくださいつまり5足タイプの問題でもって過去問を解きつつどうしてもその細切れ時間で5足タイプの1問タイプの問題をねあのを解くのが難しいというのであればじゃあ あの一足一足に分かれた、ね、ものを使うんだったらいいんですけどえー、そうでないそうでないというか最初から一,一足一足の足別問題集を過去問代わりにしている方は本当にあの結果が出ないと思いますどうしてかというとさっきから何度も言ってる通り5つの足の中でどれを軸にしてどれを使って消去法で解いていくかっていう訓練も含めた過去問学習なんですそれがね全部の足ばらけちゃったら全部丸抜き言えないといけないと勘違いしちゃうじゃないですか そんんななことないんですよで過去問やる時には少なくとも1問の問題に1足は2度と出てこない足が含まれてますだから過去問は完璧に覚えとけって、ね、間違いじゃないですよ間違いじゃないんですけど過去問の中には1問につき平均1足2度と出ない足があるんです。えー、ある年代まではえそんなことなかったんですけど特に平成20年代以降はあります。 平成20年代以降は一問の中に一足は二度とお目にかからないだからもう,もう本当に一生に一度しか出なきゃいということはその足を完璧に覚えて何にもならない使えない使えないあもちろんねあの残りの4足はそのあと来年出るかもしれない再来年また出るかもしれない、ね、といってこれから繰り返し出されていく、ね、ということになるんですけれども平均して20年代以降は5足のうち1足は あのえー、絶対二度と出ない、昔、31年に出た伊勢湾台風で登記記録が見られなかったときに登記事項証明書を取,られなかった取,れ取れなくなってしまった場合の取扱いについての洗礼とか、ね、伊勢湾台風の洗礼をですね平成31年の不登法で出て、あんなに二度と出ませんよ、そういうのをです、ね、皆さんが一生懸命覚えちゃう、意味ないんですね。ですからもちろんあのう 過去問ですからやはり目に触れてはしまうんですけれども実戦力の講義の中ではそういう二度とは見なくていい足は全部排除してます排除してるというのはこれもう二度とやらなくていいあの過去問だからって言って過去問番号に四角で囲ってもう二度と見なくていいよこれ過去問だけど排除しちゃってっていうようなことを言ってますから、まあ、多くの講師は同じようなことを言うんじゃないかと思いますですのでそうう同じ過去問を勉強するって言ってもその勉強の仕方ねやりゃいいってもんじゃないもっと賢くいきましょうねそれがこの丸4のアドバイスです。 そして続いてあの、記述対策についてはです、ね、もちろんひな形の完全暗記が必要になるのはどのタイプも同じそして、えー、やはりあの記述と択一はつながってますから択一が伸びれば記述の体力もついてきますひな形の完全暗記に記述を理解する上での必要な択一知識がついていけばあとは場数でもって、えー、記述は絶対に何とかなります。 で記述がなんとかなる気がしないんですけどって言ってきてる人が今年もいらっしゃいましたけどそれはですねなんとかなる気がしないいつも記述で失敗してるで記述が怖くて仕方がない私記述解けるようになる気がしないんですけどっていうご質問っていうのは毎年一定数来るんですけどそういう言葉を言ってるうちはまだまだなんですよ。 でそういった方たちがポンとやっぱり抜けて合格していくでそして合格する報告を受けた時に「あんなに記述嫌やだやだ」って言ってたのにあのよかったね記述失敗しなかったんだねっていうふうに、ねまあ、もちろん私も、えー、覚えてる受験生だったら「あんなに記述が記述が」がって言ってたのに今年成功したんだよかったねなんて言うと「いや先生それがね」もうね どこでも来上がれ状態になったんですよって何でも来上がれ、もうここまでやったんだから私をねがあの解けない問題だったら誰が解けるのよぐらいに思ったんですよねって多くの方が言うんです、その,けんあの,あの,その心境ですよ。もうここまでやった もうありとあらゆる、ね、いやらしい問題を、えー、そのあの世の中にあるもの、まあ、ほとんどやったんじゃないかというぐらいの,この自分に対する自信ねでそうするともうここまでやってもどうすりゃいいのよっていう心境になってくるんですもうどうとでもき上がれ状態もう,もうどんな問題だってもう,もう私ができないんだったらじゃあ誰ができるんだ、ね、みんなもできない、ね、じゃあ私が間違えたらそれは致命傷にならないっていう変な自信。 で実際に間違える人いるんですよ、実際に大こけしちゃったりなんてするんですけど、やっぱり致命傷にならないんです、去年のその債務者変更じゃないですけど、あれ、私はちょっと致命傷になるかなと思ったんですけど、やらかしてもならなかった、今年もあも第2弾がそうかもしれません、第2弾、枠ずれした人があんだけいますから、第2弾枠ずれしても合格する人いっぱいいるんじゃないですか、でそういうような、ね、方たち、確かにあの、えー、あの100点は取れないけれどもその、もう記述に対する怖さがなくなる。 でそういうふうに言ってこられるところまで、まあ、爆発を踏みたいんですそれは今の勉強じゃない年明け以降1月もっと言っちゃうと3月以降の勉強、ね、ということになってくるんですがまたそれについては直前期のこういった公開講座でいくらでも勉強方法をご紹介しますのでねとにかく。<coughs> えー、ここで皆さんにお伝えしたいのは、まあ、いろんなタイプ分けしましたけれども、えー、初級講座の再受講を取るにせよ実践力なのかそしてあの自分でやるのか、ね、まず自分でやる場合にはとにかくスケジュール管理、ね、そこをしっかりやることそして、えー、講座に乗っかるんだったらもう講座にすべて委ねることで自分でやる場合に自分でやろうが講座を取ろうが本当に気をつけてほしいのが、えー、情報をとにかく分類していくこと。 えー、たくさんの知識を知っていることは決して偉いことではないということを知っておいてほしいと思います。じそれを踏まえましてあの最後に四ページじゃあ私講座に乗っかろうかなっていうふうに思った方、じゃあその時にレックでは今インプット講座三つ用意しております。四ページのところなんですが、えー、これはもう点数に応じた分類になっております。でちなみにあの午前と午後に開きがある場合には低い点数の方で、えー、あの考えて見ていただくことをお勧めします。だいたい、えー、午前えー、午後とも、えー、実践力はあ基準点 未満の方を対象にしているまたは基準点に到達していてもまあ、反対が大きく外しているというような方を対象にしておりますそれに対してまあ、午後はまあもちろん今年難しかったから低いにせよ午前に関してはまあ少なくとも25以上を取っていらっしゃるような方に関しては卓一ターゲットそして、えー、基準点を突破しているだろうというですね、えー、そうだけどプラス上乗せの まあ8問なのか9問なのか今年分かりませんがその上乗せ点が足りないという方をパーフェクトローラーの対象者と一応分類させていただいておりますただしこれはですねふ、えー、蓋を開けてみると結局パー,ローの受験生パーローに行くべき点数の受験生の方でジッパーに来るという方は少なくありませんでというのも実践力についてはですねあのパー,ローと違ってそのの回数が多いので 抗議が網羅的になっていきますつまりあ,のある部分をごっそりやらないということはありませんすべての論点について一応、網羅的にお話をしていくでそれに対してパーロやンはやっぱ回数を抑えて皆さんの負担を軽減していますから1回目が確か94条2項累積な毎年だといわゆる退治とか失踪宣告とか自分でできるでしょっていうスタンスなんです,ですから、抗議が飛び石になってきます。 テキストはすべての部分について完璧に揃えてますが講義自身が根本さんが重要だと思った箇所また改正点などで、えー、限定された部分をがっつりやるってねだからポーンと30ページ飛んでぐわっとこうある部分をしっかりやってまたポーンと20ページ飛んで、えー、ある部分をぐっとやってっていうようなね講義になってくるので必ずしも自分が説明してほしいところと講義で取り上げたところが一致するとは限らないね。ででも あのもちろんピックアップしたところにはちゃんとそれなりの意味がありますから、ね、そしてあの取り上げなかったところも講義のテキストはありますからご自分で実習していただくことはもちろんできるでそこで回数を抑えて費、まあ、用面も抑えているというところになりますでそういったあの講義のスタイルがまず大きく違うというところとあとテキストが違う実践力のテキストはレジュメ形式になってる、えー、パーローのテキストはあの図表形式です 何でもかんでも表に何ででももかんでもじゃないんだけど、まあ、多くを表に落とし込んでいるだからすごくシステマチックにこう理系的な発想であの図表を見ていくような方にはすごくはまるんですよねでもそのある程度だらだら文章は嫌でもちょっと文章をも,もうちょっと多めに状況説明とかしてほしいなという人には何でもかんでも図表に落とし込まれているというのはちょっと見づらいという人もいますその逆ももちろんです。 全部図表がいいっていう人もいますし、えー、そこがいい悪いじゃない受かりやすさとは関係ありません皆さんの主観に従ってほしいと思いますそしてですねあと、えー、根本さんが昨年実施しました卓越ターゲットについてはちょっとこれ切り口が違いますこれもアウトプットしながらインプットしたい。つまり アウトトトププッッといいいうもののをインプットの中に取り入れていきたい例えば講義の中でじゃあ時間あげるからこの問題解いてみてというふうにその時間を与えられて問題を解いてですぐその場で根本さんが解説講義をしてくれるってでテキストもどちらっけ 左半分が問題で右半分がテキストというような形になっている、えー、ですのであの卓越ターゲットについてはです、ね、その切り口がもともと実践力とパーフェクトローラーとは違いますからそういったものも含めてあのどのタイプでも OK な点数を取っていらっしゃる方はより,りよりどり緑ですからご自分の目でもって判断をしてほしいと思いますその間は私が担当してさせていただくのが実践力なのでちょっと簡単に説明しますと実践力については、えー、とにかくあの <coughs> ベースメーカーとしての役割が強いね。今日後で開講時にお見せするんですが、ちょっとですね。もう早めに皆さんに持ってきましたが、通学のクラスの方、今日はこれ配ります。あの後でお配りします。通学クラスの方の民法がちょうど今日始まりました。これ、7月23日ですね。で、えっ、ー、とね。 10月3日までの何曜日に何やるのか、ね、で例えば憲法、刑法、先取り受講できますからそういったものも全部含めてもう毎日の学習カレンダーを皆さんにご提供しますこれ、えー、通学版、はい、通信版通信もウェブと DVD 日付が違います日付が違うと当然お盆の時期とかもずれてくるし祝日もずれますから学習カレンダー全部練り直さなきゃいけないときのう昨日大変でしたも。これもうカレンダーとにらめっこここしてあここの日 この日祝日だ、じゃあこの日縦積みでこれ聞けるなとかあこの日が、ね、通学のクラスの場合には平日だったけどこっちは休日だからじゃあこの日に復習この日にあのや,やるやるバージョンにしちゃおうなんて言って全部練り直してこれ通信版ですで通,通信の中でも DVD クラスの方はさらに DVD の発送が遅いのでもちろんあのこのここの前にね 講義で後でお話しますけどその前に何をやればいいのかとかいうのもお話しして DVD 版、ね、であとはあのこういったものを毎回の科目1回目でお話し,しますとそれからあとはあの講義の受講の仕方、えー、復習と方法とそれからどの時期に何をやるのか等々のアドバイスを毎回こうお話をしていきます。でですのでこのこ 中上級講座の中でも特に実践力はやはりあの初級2年目の方も多くいらっしゃいますからもう線路を引いてくれて発想要請がすごく強い線路を引きますよ、ね、あとは皆さんがもう息切れしないように走ってくればいいという形にして差し上げて本当に去年その通り言われるがまんままんまやって今年うまくいきましたという声をたくさんいただいてますのでそういったです、ね、方たちをこれからも量産するべく皆さん、かなり強めに管理をしていこうかなと思っております。 そして、えー、改正法の対応、今年は会社法、消灯法の改正があの出題されませんでしたけれども、来年はもう出てくると思いますから、そちらの方テキストはもちろん、まあ、テキストも昨年から完全対応していますが、さらにちょっとバージョンアップをさせていただいています。消灯法の宣伝がポロポロ出てますので、そういったものは出るたびごとにあの、もし万が一大きなのが出れば、歩行でカバーをさせていただきます。で記記述述対策についてもですねの、えー、の鬼の赤松さんがあ 担当してくださっている記述だけのインプット講義っていうものがですね同時にセットになってますから記述だけのインプット、えー、プラスアウトプット、えー、アウトプットはもう解き方の実況中継というような形でもって、えー、まずはインプットしてからの実況中継を見,た見ながら解き方を確立していくそういった2本立てでもうフルパッケージになっています、えー。ですから もうもしし取ると決めたのであればもう完全に乗っかっかてほいて、ね、こう自分でいろいろなやり方を編み出すんじゃなくてねもう次これやんなさいはい次この時期ですねはいじゃあ次これに行きましょう、ね、そういうふうにもう号令しますのでその言われた通り、はり、い、次はこれだ次はこれだ、ね、もう自分で考える余地もなく、えー、もう言われるがままにやってるとお気づいたら点数が、ね、伸びてきたというようなところを目指したいんです、ね、それを皆さんにあの、えー、実感してもらいたい、ね、そのために私も先ほど言った通り今日がお正月なんで、えー、今日から、ね、始まっていきますので 本当に全力で頑張っていきますのでまあ、もしこの後お聞きになるのであればそういったエッセンスの部分だけでもね、あのご覧になっていただければと思いますそれではあの2年目のまあ、実践力パワーアップ講座の全貌とタイプ別学習法というお話で今お話をしてまいりましたけれどもこの後ちょうど6時からですね実践力の開講がございます今 YouTube で聞いてくださっている方そのまま6時以降同じく同時配信をしていきます今生で聞いて くださっている方は、えー、お時間、えー、許す限りであれば、例えば前半部分だけでも、ねえー、聞いていただくということでも構いませんので、もしよろしければ、このままお残りいただければと思いますで。一旦私からの話はこれでおしまいにしまして、事故をお決めの方等とご相談等ある方はスタッフの方にお声をかけください。それでではは私からの話は以上で終了ささせていいいたただこうううとと思まます皆さんどうもごご清聴ありがとうございました